2024年11月23日ユナイテッドセンター NBA グリズリーズの河村勇輝23が23日同24日の敵地ブルーズ戦でベンチ入りも出場なしチームは2連勝を飾った19日午後7時開始の本拠地ナゲッツ戦から24時間で3試合にベンチ入りするハードなスケジュールをこなしたツーウェイ契約の河村 その中で20日午前10時30分開始のグリズリーズ下部組織メンフィスハッスルの試合に先発出場。約1週間ぶりの G リーグでの試合ながら3本のスリーピースシュートを含む15得点16アシストで都米後初のダブルダブルを達成してチームの2連勝に貢献した。敵地戦となったブルーズ戦にも同行してベンチ入りを果たしたこの試合。しかし出場機会がなく試合終了した。 チームは先発のスコッティ・ピッペンジュニアが大活躍。父スコッティ・ピッペンの古巣でもあるブルズの本拠地でキャリア最多30得点10アシストをダブルダブル達成して2連勝を飾った。